はい、こんにちは。今回なんですけれども、1月の6日にちょっと今回はね、動画投稿とかサボろうかなと思って海浜幕張のイオンにやってまいりました。その時にね、すごい出来事がピクミンブルームで起きたんでね、どんなことが起きたのかっていうのをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、簡単に言うと、この1月の6日にライフログの1日の振り返りですね、それをやった時になんとね、お使いですね、お使いが一気に3つも出たんですよ。1日の振り返りだけで苗が一気に3つも出現してね、非常にびっくりしたんですけれども、それでこの日ってね、やっぱりこういったねところにお出かけしたのもあって、めちゃくちゃたくさん写真を撮った日だったんですよ。だからね、こんな感じでお出かけをした時はね、ピクミンブルーム的にもね、写真をたくさん撮りまくった方が美味しいんじゃないかなということでね、これはねちょっと別の日に改めて検証したいということで、今回は写真をたくさん撮れば苗はたくさん出現するのか、これをねちょっとやっていこうかなと思います。もしねそうだったら、お出かけした時になるべくたくさん写真を撮ることを意識するだけで苗がね出にくくなるとか、まあそういった問題をねだいぶ解決するんじゃないかなと思います。でね、今回ねちょっとまあそういう実験をねやるんだったら、なるべく苗を拾ったことない場所でやる方がなんとなく良さそうじゃないですか。ただね、ちょっと僕何も考えずにいつもねよく遊んでいる秋葉原ですね、秋葉原に行ってしまいました。で、僕秋葉原なんですけど、セルがもうこんだけ埋まってるんですよね。もうこの埋まり方すごくないですか。もうほとんどのセルで埋まってるから、あ、これもう絶対に場所間違えたと思って、いや今からでも変更、いやもう夜も遅いしなということで、このセルがめちゃくちゃ埋まってる状態の秋葉原でもお使いをね何個も出現させることができるのかっていうのをやっていきます。それでこの技をやるときに大事なのって、写真に位置情報がついていること、これがもう必須条件となってまいります。もうこれがないと始まらないんですよね。写真に位置情報がついていないとこの技は使えません。まあ、で iPhone だったら別に簡単なんですよ。設定からね、そのプライバシーに飛んで位置情報のね設定に行って、写真の位置情報をね許可するだけで OK なんですけれども、 Android はね、まあ、機種によっては、まあ、それがついてない機種もまあ一応あるんですよね。だからそれがねちょっとめんどくさくて、 Android の場合だったらアプリとかでねその位置情報をね手動でつける必要が、まあ、あります、端末によってはね、まあ、そこだけちょっと注意です。てかもうピクミンブルームをねやっている方だったら、もう写真アプリですね、カメラアプリに常に位置情報はつけた方がいいですよ。楽です、圧倒的に。まあ、後から位置情報をつけるよりも全然楽だから、個人的にはですけど、まあ、最初からあらかじめねカメラアプリに位置情報をね許可しておくことがね非常に楽でねいいかなと思います。僕はいつもそうやってます。今回はね夕飯にモスバーガーを選びました。この黒毛和牛バーガー、僕ドハマりしてて、もうモスバーガーに来たら必ずと言っていいほど最近は食べてますね。でこの時にねちょっと久しぶりに AR にも挑戦してみましたけれどもね、ここで一個注意なのが、 AR 写真って標準時で位置情報ついておりません。ここがね結構ミソで、こんな感じでまあ写真を撮るはするんだけれども、この写真にね位置情報もうデフォルトでついてないから、手動で位置情報をつける必要があります。でそれでこの技をねやるときにね、まあ、何度か結構試したことあるんですけれども、個人的にはね、そのピン刺しのライフログですね、もうあらかじめ自分でその苗を出したい場所を選んで、そこにねピン刺しをしてやるライフログ、あれはね極力やらない方がいいんじゃないかなって個人的に思ってます。体感ですけど、あれをやった後に1日の振り返りをやってもね、お使いって、ね、まあ、出づらい気がします、なんとなく。で今回ねちょっと新しいそのカメラ機材ですね、
欲しいなと思って新しいレンズを今回買いました。こちらのレンズは今度、まあ、行くかもしれない、まあ、最近ちょっと本当動画制作が忙しくて旅行に行けないという本末転倒になってるからあれなんですけれども、ちょっとね、まあ、今度旅行に行く機会があったらこのレンズを試そうかなと思います。いやおかしいね、本当は年末年始旅行に行きたかったんだけどね。まあ、ただねこちらのレンズ非常にいい買い物ができました。2時間ぐらいの買い物だったんですけれども、たくさん写真も撮れたんでね、このまま家に帰っていこうかなと思います。はい、それでは、ね、早速1日の振り返りを見てはいくんですけれども、この1日の振り返りですね、こちらちなみに今は録画データになります。これをやった時にね、どれだけお使いが出るのかっていう検証なんですけれども、1月の8日はこの4枚の写真が出たはいいんですけれども、この写真をね、極力ですけどもよっぽど問題がない場合は×をして消さない方がいいです。もう選ばれたものを全て選んでください。4枚選ばれたんだったら最大4つ出る可能性があるんですよ。3つに減らしてしまったら3つしか出ない、2つに減らしてしまったら2つしか出ないといった形で、それだけチャンスを潰してしまうんで、極力この自動選択される写真は多ければ多いほどいいです。で、あともう一個ミスなのは、この自動選択された写真に必ず位置情報がついてないといけないんですよ。だからね、1枚でも位置情報がついてない写真が選ばれた場合ノーチャンスになっちゃうんですよ。だから極力ね、そういった写真を消すか、その日に撮った写真全てに位置情報をつける、まあそれをすることがね、成功の近道になるんじゃないかなと思います。で、こんな感じで終わって、で今週の振り返りが出たと。1月2から8はね、体感的にはね、めちゃくちゃ歩いた日と全然歩いてない日が極端ですね。この辺とかも動画編集を忙しくて全然歩けてない日ですね。これとか福袋買いに行った日かな。なかなか、そうですね、結構ハードというか、もう編集に追われた正月休みになっちゃいましたね。そしたらいよいよ結果発表。昨日の1日の振り返りでお使いがどれだけ発生したか見ていきましょう。じゃーん、ということでね、こちらの黄色い苗とこちらの紫の苗、なんとね、昨日の1日の振り返りでは苗を一気に2つ出すことに成功しました。秋葉原、あれだけセルが煮詰まってる場所なのにもかかわらず、お使いを2つも発生させることができました。ちなみにね、最初に見せた海浜幕張はあまり行ったことない場所なんで、それはまあそこの差があったのかなとは思うんですけれども、めちゃくちゃ行きまくってるような場所でも苗をね2つ出ました。ちゃんとほら、見つけた日が1月の8日でちゃんと写真ついてるじゃないですか。これライフログで選ばれたお使いですね。これ1月の8、昨日ですね。で、こちらも1月の8、こちらも写真選ばれたものになります。まあ、こんな感じで1日の振り返りで複数ねお使いが発生することが、ね、最近僕的には結構あるんで、外出した時はね、極力たくさんね写真を撮るといいんじゃないかなと思います。それじゃあ今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。今日のギフトのコーナーということでやっていくんですけれども、まあその前にちょっとね、申し訳ない本当に、このギフトのコーナーをね、まあリアルタイムでギフト開けることがこのコーナーの醍醐味なんですけれども、ついうっかり5タップをしてしまってね、ギフト開けてしまいました。ただね、この開けてしまったその様子をね、ちゃんとスクリーンレコードに残してあるんで、ちょっとこちらを見ていこうかなと思います。今回いただいたギフト一発目は、はるさんからギフトいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕今頭を下げております。めちゃくちゃこの僕の大好きな岩ピクミンですね。このご飯模様の岩ピクミンに今回のね、新しい季節の花水仙を咲かせてくださってます。色合いがめちゃくちゃいいですね。やっぱ黄色水仙、しかも今回青箱ですね。ピクミンブルームギフトパックいただきました。ちょっと遅れたお年玉ということでね、早速受け取らせていただきます。ありがとうございます。このギフトね、つい画面をうっかり5タップして受け取っちゃったら本当残念です。残念ですよ。もうさあ、お次はピカモグミンさんですね。こちら2つ目のギフトになります。ありがとうございます。コメントもいつも YouTube にくださっております。ありがとうございます。受け取らせていただきます。ピカモグミンさん、2つ目のギフト、ありがとうございます。バナナの岩ピクミン、いや嬉しいですね。こちらもピクミンブルームギフトパックをいただきました。ありがとうございます。エキス3つ、3種類60個追加スロット3つに赤色のバラ5個、ありがとうございます。受け取らせていただきます。
今回もねたくさんのギフトを送ってくださいましてありがとうございます。しかも一番高いブルームパックってもうね信じられないんですよ。もういやこの僕なんかのためにありがとうございます。でね YouTube の登録もあとちょっとで8000人いきそうなんでね、このまま8000人をね目指して頑張っていこうかなと思いますんで、今後もね応援のほどどうかよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。